NWA 認定世界ヘビー級タイトルマッチ、チャンピオンがリック・フレア、そして挑戦者がブルーザー・ブロディであります。前回の結末が結末だっただけに、今日ははっきりと決着をつけたい。そうですね、ブロディの気持ちがますます爆発するんじゃないでしょうかね。強烈な角度一発当たりました、挑戦者ブロディ。気合も入ってますね、ブロディね。そうですね、チャンピオンリック・フレアを捉えます。締め上げます。これは何箇所かに効いてますね。そうですね、首筋、顎、喉、テンプルのあたりに決まってますよね、はい、立ち上がりましたリック・フレア。コーナーにブロディを持っていきました。まずバックハンドのチョップ、フレア、そしてチョーク、しかし飛ばしました。ブルーザーブロディ、セントレイスの TOD クリアからお送りしております。今回もボディースラムが出ました。ブロディキック、持ち味が出てきましたね。2階席からぶち投げてキングコングキック、それでもう一発ですね。見つけます。挑戦者のブロディがその体では大きくチャンピオンのリック・フレアを上回っています。持ち上げた、羽を作った、叩きつけました。ブロディペースですね。そうですね、これまでのところはね、はい、さあゴールの体勢に入ったぞ。バックルがあって、あ、スリーパーではありませんね。先ほどと同じように腕をクロスして締めます、はい、そうですね、大変こう締め技を多用してきましたね、ブロディは。相変わらずそのブルーザーブロディの締め技、ビッグフレアの顔面を捉えています。まあ、フレアは動きますからね、スタミナを奪う一つの手段ですね。長身のブロディが立ち上がるか、いや、立ち上がりました。下がっています、チャンピオンのビッグフレア。まあ、ロープに振りたいんでしょうが、なかなか離せませんよ、これ。強烈な締め技が続いています、ブルーザー・ブロディ。ようやくレッグレアがパンチを出します。しかし、ブロディの顔面を確認した、体勢が逆になりました。すごいパンチです。本当に2回から拳が飛んでくるような感じのパンチ。あんまの打ち下ろしのような感じですよね。レアの足がふらつきます。しかし海戦山戦のレア、この辺りから反撃でしょうか。ローハンドのチョップが出ます。ロープにあるですね、レアのチョップ。マディがチョップを受けます。ここからパンチです。
リックフェアの方が一足先に今リング内に戻りました。期待切りましたか。切ったようですよ、はい、リックフェア期待のあたりから失血。リックフェアチャンピオン、その傷口のあたりをボディキック、なおも蹴ります。フレア本当に痛めつけられて立てないんでしょうか。かなりこうダメージきついですね。立ち上がれません。チャンピオンのリック・フレア、そのシルバーブロンドの髪を掴んでボディースラムか。ブルーバーブロディ乱視の高さがあります。198センチのブロディボディースラム、勢いをつけて今度はグルチンドロップをかけました。すごいですね。聞いてますよ。これはすごい跳躍力ですね。今日もこのリックフェアチャンピオン対応しました。両決戦になりました。リックフェアが外しました。リックフェアが外しました。あれを食ってからリックフェア地獄の底に一直線という感じだった。よく外しました。リックフェア強じて外しました。さあこのねフレア右膝をどういう風に痛めつけるかですね。あるいはブロディの今の自爆が足音の字へつながってくるかもしれません、はい、さあ足を取ったリックフレア、右足に攻撃を集中ですね。リックフレアです。徹底的にそのブレーザーブロディの右の膝を蹴りつけます。この攻めとしては当然のことですね。相当痛そうな表情を見せていますブルーザーブロディ、なおもその膝を踏みつけます。強烈なストンピング、リックフレア当てるかどうか。ブルーザーブロディようやく立ち上がりましたが相当ダメージを受けております。ブルーザーブロディ、そのブロディの長い足であります。足4の字固めに決まりました。苦しそうですねブロディ。ブロディでレフリーまで引き込もうとしましたね。逃げるとすればまあ裏を返すか、どうか、まあ、レフリーを引きずり込むか、それしかありませんね、はい、完全に決まっています。ビッグレアの足4の字固め、なんとか逃げたいブロディ。フレアのね4の字固めがこれほどタイミング決まったのは珍しいですからね。ガチッと決まっています。ビッグレアチャンピオンの得意技足音の地固めであります。パンチを出しますが届きません。まあ、ブルーザーが寝ちゃえばカウント取られますからね。アフな形でね、場所はほどリング中央。果たしてこの足音の地固めがフィニッシュコードになるかどうか。思い込みますレフリーです。まだギブアップはしません。ブルーザーブロディ、これね、一番の正念場ブルーザーブロディのね、なんて言いますか、耐久力を試されてる、そういうシーンですね、はい、頑張ります、捕らえますブロディ。しかしまあビッグフレア本当に会心の足音の字固めの体勢なんですが、ちょっと体勢が逆になりかけた。逆になった、逆になりました。今度は苦しいのがビッグフレアであります。よくブロディが返しました。ブロディのパワーっていうのが波始めたと、こういうところですね。もつれてエプロンに体が出ました。レフリーがブレイク。しかしまあ蹴られていた時間がこれはもう間違いなくブロディ、ダメージがどうでしょうね。軽くなりましたね。五分と五分、試合に振り出しに戻った感じですね。近寄ります。ビッグフレア、チョップの押しようです。1回転してリング下に落ちました。ビッグフレア、レフリーがカウント取ってますが、ビッグフレアは打ち方はどうでしたか。大丈夫ですね。そうですね、セカンドロープを掴んだ、リングに戻ろうというチャンピオンのビッグフレアであります。待ち受けますブルーザーブロディ。ブロディとしてはここで一気に行きたいところ。そうです、まあ、今形勢はこれでブロディの方が有利になりましたからね。強烈なそのブロディパンチ、一発二発
動きが止められました。リックフレアであります。踏みましたリックフレア、もう一発、いやリックフレアが体を沈めた。あっとレフリーに当たってしまいました。ブロディがレフリーと衝突、レフリーが立ち上がれません。レフリーが同じ方向にいるんだと思って、レフリーなしのリング上になりました。トップロープの上からリコーベアリングでした。レフリーが見てれば当然ここでブロディ立ち上がれます。オーバーがトップロープですからね。ブロディもリング下に降りました。ブロディもリング下に降りました。場外乱闘にブロディが勝って出ましたね。プレイヤー振りになりますね。場外乱闘に自ら持ち込みましたブルーザーブロディ。先ほどからその美しいシルバーブロンドの髪は血で真っ赤に染まっています。チャンピオンリックフレア、ブロディのねタイトルを取りたい執念が出てきましたね。逆に鉄柱に当たりましたブルーザーブロディ。しかし激しい失血が続きます。リックフレアであります。こういう展開になると何が勝負を分けますかね。執念、その意地でしょうね。ガッツ、それだけしか言いようがないと思いますよ。リックフレアがトップロープの上からパンチを落としました。そしてゴールの体勢に入った、入った。レフリーは、レフリーはどうだ。レフリーがようやくカウント体勢です。一つカウント2、もう一つカウント2です。レフリーの上に乗っかったですからね、これ二度まずいことになったですよ。跳ね飛ばしましたブロディ。リックフレアの体が再びレフリーを潰してしまいました。殴り合いです。殴り合いが続きます。レフリーはまだ立ち上がれません。大変なタイトルマッチになりましたね。このレフリーの問題ですね、回復しますかどうかね。立ち上がりました。ブロディ椅子を持って入ってきました。リックフレア、リックフレアチャンピオンが椅子を持ってリングライン。ブロディがその椅子を奪い取りました、奪い取りました。レフリーが制止する、レフリーが制止する。リックフレアがロープに登っている、トップロープの上だ。さあブロディが立ち上がりました。カウンター、リックフレアダウンであります。リックフレアとしては読みが外れました。今日衝撃受けましたね。さあブロディがゴールの体勢に入ります。しかしレフリーはカウントを取りません。あっけに取られた表情を見せておりますブロディ。これはおそらく反則ですね。レフリーが取ったわけですね、はい、レフリーは本部責任の位置と聞いてますからね、はい、唖然とした表情を見せますブルーザーブロディ。しかし振り返ってみましょう、椅子を持って入ってきたのはリックフレアでした。そうです。ですからレフリーのダウンが2度あったのが問題なわけですね。そうしますと今日もアンラッキーだったと言わざるを得ないブロディ。そうです。まあ、力から言いましたらね、ブロディの方が上でしたね、はい、いや前回もそうでした。そして今回もいわゆるリング内の攻防では押しに押しまくったブロディですが、結局反則負け、タイトルを獲得することはできませんでした。しかしまあブロディとしてももちろんこのまま引き下がることはできませんね。またチャレンジしてきますよ。一方リックフレアですかね、まあこういったねベルトを放り投げれるような形でもらうっていうのもチャンピオンらしくない部分ですね。あ、それよりも何よりも今日のこのヒーローオーディトリアムのお客様が納得できませんよね。そうですね。果たして今後のリックフレアを追い求めてのブルーザーブロディの挑戦、注目したいと思います。今日の解説は東京スポーツ新聞社の本間忠夫さんでした。ありがとうございました。どうも失礼しました。